はい、はい、ということで今日は大人気キャラクターのフルーツおじさん改めええぞおつまみボーイことおつまみボーイことタケルが今日は一品作りたいと思います。まずは長ネギをみじん切りにしていきます。青い部分と白い部分を分けて十字に切りまして、はい、これを青い方は後で使いますんで、とりあえず白い方をボールに入れておきます。マグロはまあみじん切りというか食べやすいサイズに、もう十分食べやすそうだけど、これよりさらに細かいサイズに切らしていただきます。結構小さめに。そうっすね、まあ、ユッケぐらいのイメージで。はい、じゃあこれをネギが入ったボウルに入れます。マグロとネギが切れました、はい、ということで次は切り干し大根ですね。これを水に戻しておいたんで水気を切ります。はい、これも細かく、まあ、食感が残る程度に刻んでいく。これもボウルに入れていきます。こんな感じですね。はい、ここで調味料を入れていきたいと思います。はい、タケルなんかもう一ボケぐらいいるよ。そんな簡単とばかりでも困っちゃうよ。簡単とお前料理作る動画。はい、一ボケ二ボケ。はい、醤油をちょろっと、一ボケ二ボケ。はい、塩、雪塩しかなかったんで雪塩ちょい振り、ちょい振り。はい、はいはい、もうちょっと。はいはい、切りごまかけていくで、ここにごま油ですね、ちょろっと。はい、これで和えていく。このさ、4種類使ってまずくなる要素ないよね。どれかを入れすぎなければ、うん、そうね。はい、じゃあごまをちょっと調整しましょうかね。はい、あ、食わずに調整するんで。そうですね、おつまみボーイなんで。おつまみボーイ、ちょっと盲信型だ。あー、イムシムシなんで。はい、完成でございます。はい、タイトルはまだ決まっておりません。今から味見をして決めたいと思います。はい、いただきます。うまい、普通にうまいっす。マグロとネギと切り干し大根だからうまいっす。タイトル名決まりました。お、ジュピター。どういうこと。はい、干したらねタケル君がおつまみを作ってくれました。はい、じゃあ僕はこの釣れたい次第、大きいね、この釣った次第でアクアパッツを作っていきます。はい、まずね、下味をつけます。さあ、両面しっかりとね、こちら側ももうね、腹出てるんで、釣れた時からお腹出とった。これちゃんと綺麗に、ほら、もう色もないしねえ、普通に魚みたいね。はい、そしたらフライパンにオリーブオイルを引きます。こんなもんすね。で、玉ねぎを細かく玉ねぎじゃないニンニクですね。ニンニクを粗切りですね。粗くあんまり細かくじゃなくて、こんなもんで。で、ニンニクの色が変わるまでちょっと炒めます。はい、これ見て、変わってきたでしょう。このタイミングでタイを入れます。両面しっかり焼きます、こんがりとね。はい、ほんでミニトマトで、白ワイン入れます。はい、これで蒸していきましょう。蒸し焼きね、蒸し焼き。はい、あっと蓋の大きさが落とし蓋でもいいんじゃないですか。スポンって入ったわ。はい、そしてしじみも入れます。いい出汁が出るぞこれ。しじみはオルニチンピンピンっていうさ成分があるから二日酔いには適面だから。はい、そろそろね、アルコールが飛んだかなと思います。どうなってるかな。オープン、デレーン。うわ、すげえ、全部開いてる。ほら、しじみが。あのさ、なんだっけ、マリオワールドにおるさ、ブラックパックン。知らんか君たち。ブラックパックンっておるやん、あれみたい。しじみがここで塩を入れます。味を整えましょう。さーっと、まあこんなもんですね。ちょっと水入れます。はい、こんなもんす。これもうちょっと蒸し焼きしましょうか。あー、いい匂い。はい、ということでこれで完成ですね。これが会長流イシダイの
アクアパッツァでございます。はい、ということでできました。すげえうまそう。美味しそう。アクアパッツァと、なにこれ、あの、ジュピター。なにそれ。ジュピター、ジュピターっていう、ジュピター。めっちゃ、そういう本当にそういう料理あるの。いや、作ったっす。おつまみボーイが作ったジュピター。うまそう。でも、ありがとうございます。じゃあ、気まぐれクックさんに評価を。いやいやいや、俺ら大層なもんじゃないけど、これめっちゃ気になる。こっち食いついたね。ジュピター、いただきます。まず、ネタとかじゃなくて、シンプルまず。ほんとに、うん、マジ嘘でしょ。いただきます。初めしたら武田さんもうちょっと味濃くていいよ、俺。あー、おつまみならってこと。コンセプトどこに持ってったのか知らない。おつまみボーイならなんでもいいなっていう。美味しくはないが、どう間違っても。あ、これ薄っ、うん、薄くなった。味薄っ。マジっすか。うん、俺おつまみでこの薄さはねえぜ。うん、え、食べてみ、ちょっと、塩味が。あ、薄っ。なんで。いや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 、さっきもうちょっと濃かったですよ。悪くないよ。悪くないけどね、もうちょっと味が欲しかった。食べよう、こっちみんなで食べよう。じゃあもうみんなみんなで持って持って。これ石鯛、これ相当脂乗ってるな。これすごかったよ。いただきます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 。普通にうまい。蒸された魚。うん、そうそう、じゅんさん、それは蒸された魚だわ。それはしょうがねえわ。あれ、味がない。今日全体的になんか薄味っすね。減塩モードだね。結構かけたよね、俺ね、これ。タレもあんまり汁につけたらいいんじゃない。でも、隠し包丁いりましたよ。かもしれないな。いや、ちょっとこのヘタついてるトマト。あ、でもやっぱ石鯛美味しい。魚うまいな。魚はダントツでうまい、これ。助けられとんな石鯛に。このめちゃめちゃうまい石鯛、これ本当に。めっちゃ脂のとるやんね。うっげー美味しい。久しぶりに食ったこんな美味しい石鯛。ごちそうさま。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。石鯛うまかったな、これ。石鯛うまい。買ってよかった。いくらだったっけ。880円です。安い。愛知県産、これ豊浜で上がったやつですからね。安い。安かった、うん、ぜひね、皆さんもスーパーで見かけた際は買ってみてはいかがでしょうか。俺やん、それ。体つっ。自分の真似されるほど恥ずかしいな、これな。いや、目の前で。よくやられてますけど、やられてます、はい、本当に、はい、辛いです。いじめです、これは。いじめです。いじめです、これは。仕返しです、これは。やりました、やったりました。はい、ということで、まあね、釣果の方は、うん、そうだったな。あんだけ騒がして釣れってことは、やめろ、言ったんだ。釣れってことだよね。やめろ、言ったんだ、それは。要は、まあ時期的な問題ですからね。そうだね。まあ、そういうことでね、まあ冬場はあれですけど、春になったらね、どんどん釣りに行きますんで、私たちも。そうだね、冬はちょっとね、また違う企画やろう。そうだね。今回もご視聴ありがとうございました。次回こうお期待。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。あのね、じゃあタケルにプレゼントがあるのかな。なんかめっちゃ緑色のやつ出てた。お、絶対間に合うから。はダサリアル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 。もう手の、あの、心の骨のこう出てるとこあるやろ。すごいこう、もう痛い痛い。振動させてこう解説しなくていい。やるっていう技、新しい。ササ、これって、え、ササ違う。モミジのタイマー、タイマーですね。タイマーシャツ。タイマー、はい、やつや。これマジで言ってます。はい、いや、来てもらっていいかな。あ、なんかタイマーの匂いする、ちょっと。それは俺の自然剤の匂いや。おー、似合う。めっちゃ似合うぞ、これ。サイズめっちゃぴったりです。意外に似合ってるぞ。サイズちょっといいよ。いるわ、こういう人。あ、ちょっといいよ、でも境とかであれ。これガチでタイマーなんですか、これ。うん、え、これ、え、出歩いて大丈夫なんですか。当たり前だ、当たり前です。もうだもんなって。これいいな。これ欲しいですか、これ。おめでとう、おめでとう。ちょ今ね、会長買い出しっとるのよ。そう、行ってますね。急遽こう決まって、なんかドッキリ仕掛けようと。せっかくなんで、買ってみたかったやつ。
ブチギレドッキリ。出荷中だ。出荷中だ。ちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃいいと思う。ちょっと。